佐野常和から1956年1月25日は日本の海軍軍人、海軍少将、白尺、日本のボーイスカウトにおける指導者の訓練体系を確立した。日本赤十字社の創始者である佐野城民の子、海軍兵学校に入学し、1891年卒業する。1900年2月、新国南部出張を命じられ、北新事変には、 泉文隊長として参戦。1902年12月26日、家督を継いで白尺となる。東郷平八郎の下で、法術長を務め、その後、海軍高等通訳官、ドイツ大使館付部官、戦艦春名の艦長などを歴任する。ドイツ大使館付部官であった頃に、しばしばロンドンに滞在し、本場のボーイスカウト運動を多く見分する。 退役後の1922年、栃木県佐野に唐沢義武少年団を結成。1924年、第2回世界ジャンボリーに参加し、その後ボーイスカウト国際会議に日本代表として参加。ギルウェル指導者訓練所に日本人として初めて入所する。1925年、富士山六山中湖畔内道にて、 1> 第1回指導者訓練所開設を開設し所長に就任。これによって日本のボーイスカウト運動における指導者の訓練体系が確立された。1929年第3回世界ジャンボリー派遣団の団長として大会参加。1931年にロバート・ベーデン・パウエル卿よりボーイスカウトイギリス連盟の最高功労賞であるシルバーウルフ賞を贈られる。 1954年、ボーイスカウト、日本連盟から、長老の称号を贈られる。1955年、日本連盟の最高功労賞である、記事賞を贈られる。1956年、1月25日死去。去年86、ボーイスカウト、日本連盟所属の山中屋営場の玄関には、佐野の共像が置かれている。また、山中屋営場には、 彼の名を取った佐野広場があり、記念碑が建てられている。妻は星名正樹の次女、久子。養子の佐野上皇は一条三輝公爵の次男で、旧名、未公。その妻、佐野玲子は、武田宮高級王の第一王女。読みは、伊屋坂。ボーイスカウト日本連盟、及びギルウェル指導者訓練所の宿清である。世界各国のスカウトは、 自国語の粛清を持ち、日本連盟は古語である、ヤサカを採用していた。1924年、ギルウェル指導者訓練所の所長であった、JS ウィルソンから、その時入所していた13国の指導者全員に、各国のスカウト粛清を披露するようにとの命令があった。この時サノは、ヤサカを披露し、ますます栄えるという意味であることを説明したところ、ウィルソン所長は、発生は、 日本のものが一番良い。その上哲学が入っているのが良いと称賛し、以後、ギルウェル訓練所の粛清を、やさかとすることに定めた。佐野常和の残した教えの一つに、真偽三字がある。それぞれの英訳も佐野が行ったものである。ありがとうございます。